はい、モコウです。もう今日いきなりから試合から入っていきます。っていうのも、もう本当の意味で僕は誠意を見せたい。俺マジでもう本当に本気でスプラトゥーンで勝ちたいっていう誠意を見せようと思ったら、もう今までみたいな、もう動画の始まりなんか、もうしょうもない挨拶でダラダラ2、3分潰してっていうのもやりたくないと思ったんで、もういきなりからもマッチングするところから今日は入ります。はい、では、モコウのスプラトゥーン実況動画、パート12の方、皆さんご覧ください。よろしくお願いします。今日もすでに何戦かちょっとウォーミングアップを行ってきて、まあいい感じに仕上がってきたんで、もうこの本当にもうベストな状態の自分をみんなに見てもらおうかなと。で、使う武器は相変わらずちょっと結構動画とかで向いてないって言われてるけど、もうローラーコラボ、じゃあ、ごめん違った。カーボンです。はい。だいぶね、もうなんだろう。デス数は正直言って前と変わんないんだけど、キル数が圧倒的に増えた前と比べて。それを皆さんにお見せします、今日は。取っちゃっていいのこれ。今、ダイオウイカいるね。逃げろ、逃げろ、逃げろ、ナイス、逃げた、よし、でも、でもね、これね、一回出たよ、この20のリードでかいよ。さっき誰も取らないっていう状況の中で、俺が勇気を振り絞って一回立っていって、しっかり、20ポイントとはいえ、リードできたのはでかい、これは、普通に。普通にでけえから、これ。なんで、当然、なんであいつにさ、なんであいつ当たったのにさ、もう、当然ね、この、わかる、この怒り。普段と違う怒りってのわかる。ふてくされの怒りじゃなくて、いや、自分に対しての怒りなんですよ、今のは。だから怒って、今。自分に対して不甲斐ないって気持ちがあるから、だから本当の意味で怒った。よっしゃ、倒した、見た。今の大王が見切ってたからね、俺ね。取っていく、もう取る？取れます？もう取ろうぜ、よし、行こう。よし！やばい！ボムラッシュ来てる！ボムラッシュ来てる！これはさすがに無理や！このボムラッシュ来てるけど、しっかり俺が味方をサポートしながら、取り返していくと。で、ここで一気に、相手の、蒸し返しに注意。折り返しに注意。意外とこっからガーンって来られるから、オッケー、ナイス、防ぎ。オッケー。やばい。逃げろ。もうカメラワークがちゃうやろ。うわぁ、ふざけんなよ、ほら。はい、ということでね、ちょっとね。タッチダウン決めていきたいな、一発目からもうな。うん。ナイス、防ぎ。もうこれもうね、多分勢いで多分これタッチダウンできそうな気がせえへん、正直。この相手の勢いないもん。正直、相手のチームの勢い全くない。もう俺たちでいける。あったー今のってガチ起こしとさ、小さいショットでもさ、防げたんかな、ダイオウイカ。巨大な一発やと、巨大なショットやったらさ、ガって防げんねんけどさ、やばい、これ後ろか。もう、打ってくるなよ、お前。でもいける、いいで、いける。でもいけますよ、これ全然チャンスあるよ、これ。全然ワンチャンあるよ。こっちから行ってみるか。誰かいるんじゃん？おらん？うわぁ！もう二人してかかってくんな、クズどもが。よし、オッケー。でもオッケー。やっぱローラーコラボのダイオウイカがもう、誇りになるともうめちゃめちゃ脅威、猛威振るよね。でもこのやっぱ、この1分20秒間、まあ、守り切るっていうよりかもう一気にタッチダウンで決めてしまいたい。もうその方が確実なんですよね、やっぱほんまに。点差が、なんやろ、この耐久勝ちしようなんて思わない方がいいかな、スプラトゥーンね。取り返し、ここはね。取りますか、もう。あ、取れない。あ、俺、取ってたんか。気がつかなかった。でも、あえて残り84やし。で、立ち回りは全然悪くなってないでしょ。
なんで、もうお前なんかでもこれは、あっちに普通におんのか、もしかしてガチョコ持ってきてる、そんなことないよな。でもあいつらさ、肝心の歩行全然取れてないからさ、バカやなんですよ。ね、アホや相手。こんなんね、リードしてるチームでやることや。やる立場にあんな上からなんかこそこそ打ったりさ、まずお前ら歩行持ってこいよ。だからそうやって俺にやられんの、こうやってな。やばすぎる。普通に新橋、ちょっと待って。普通に新橋、有楽町、浜松町、田町、品川。よーし。まあ、もう勝ったし、結果として勝ってるからもう全然 OK。なんかこういうんじゃないのよ、でもな。俺なんか一気にグワーみたいな。10キルぐらいしてもうタッチダウン決めてみたいな完璧な試合をちょっと見せてあげたいんですけどね。まあ、でも結構やっぱキルもいってるから、今回。うだいまも多分 A に戻れるんじゃないかな、この勢いだとね。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとね、一回負けちゃったんですけどね。立ち寄パーキングで、ね、しっかり、挽回ね、挽回というか、していこうかなと。なんかな、みんななんか知らんけどさ、やっぱ、キル数って、だいたいデス数ってやっぱ俺と同じぐらいじゃないですか、みんな。キル数がやっぱ俺よりちょっと多いんですよね、みんな。ってことはやっぱりその、なんだろう、自分の死を無駄にしてないというか、結構俺の場合無駄な死が多いってことにはやっぱなってるんだと思うんですよ。で、ここね、意外とポイントね、99あるけどね、例えばそこのショートカット使ったりするともう一気に60くらいまで減るから、それだけマジ避けたいっていうか、割ともうワンチャンでボンって行かれるのショートカット多すぎるから、このエリア。あ、だからあんまり得じゃないんですよね。爆発しろ。ナイス。退治ショット決めとるんじゃん、お前。空気読めんわけ。あー、ごめんなさいね。はい。9番モードやられたってことでね。ちょっとね、お前、向こうがちょっと若干1点。1ポイントリードしてる感じなんで。どうしようかな。あ。二人おらんし、しかも。押してるわけじゃないよな。どないするあれ。こっちから回り込むか。よし、いや、なんどこにおった？もうこれの繰り返しやから辛いわ。いた、ちょっと待てよ。あえてでもなんかショートカット使うでも素直に来ようとしてるよね。よし。くらえ！これチャンスだと思う。うわぁ、待ち伏せとか性格悪いな、お前な。今のってどうすべき？味方待つべきなんかね、今のところとかって。割ともう自分愛情くなったらもう一気にガーっていっちゃうんですけどね。だって、殺傷能力高いもん、ガチョコは。普通に。ここはね、殺傷能力がクソ高い。あ、これスパショとか使えたらでかいけどな。よし、リード、ナイス、リード、ちょっと。あー、そこ、ジャンプ、今、ジャンプしようとして、ショートカットし、あ、でも、行ってくれ、味方が。味方が行ってくれ。俺も、じゃあ、加勢するわ、もう一気に。あーしかもバリアで死んだよ、今の。もうさ、俺思ってんけどさ、この、俺、多分何の成長もしてない。もうなんか、辛くなってきたもん。よっしゃ、でもまあ、今のオッケーでしょ。ダイオイカ相手に日和らずに、あ、しかもちょっと大きな勝ちを防いだ。日和らずにちゃんとかわして、あ、ユーチューバー持ってけたから。割となんか最近ダイオイカに対してはね、耐性できたんですよね、自分。怖くないっていうか、なんか誰か撃っとるな。スパショ撃ってるやつがいますね。下手なスパショを。ナイス、ちょっと。俺ちょっとそこ、こじ開けていくわ。
大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺がおるで、俺がおるで。これ潰すと。ワイがおるんやで。失った。ああ、まあ、でも、相打ちでオッケー。まずはやっぱり、10デスしても10キルできる男になりたい。うん。10デスするが10キルする男。もうそれが一番かっこいいじゃないですか。しかも普通に攻めてるし。多分来るね、ここ。だからそこ、俺が。よし、どうよ、今の。あー、一人いった！あ、バリアで死んだんか。でもいいんじゃない？いいよね、別に。問題全然いいよな、これ。ちゃんと殺してるもん、敵を。あれは爆発はもう敵に持っていく。もう数で勝てない。うわぁ、もういるいるいる。くだ。一刀両断斬り。して延長に入っていく。ちょっと待って待って。やばいんじゃない？やばいんじゃない？奪えるか？これ奪えるか？奪えるか？奪えるか？これ。奪えるか？いや、でもそんな遠いし大丈夫か。あー、オッケー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 。なんかタッチダウンでね、やっぱ決めたいっていうのはあるけど、やっぱなかなかそういかないよな、正直な。ランクが上がれば上がるほど。はい、ここも勝利です。まあいい感じじゃない？この試合なんか結構俺の自分の理想に近いっていうか、多分88ぐらいじゃない？あー、まあ 60? でも全然十分。十分じゃない？だってなんか向こう59とかしてる俺やん。うん。十分でしょ。はい、ランクも31上がりました。個体値31と。はい。はい、よろしくお願いいたします。タチオパーキング、ここはね、ショートカットが多い分、結構敵に隙を作りやすいから、タッチダウンって結構狙いにくいんだよな。この広場ってタッチダウンすごい狙いにくいですよね、正直。さて、ちょっとま、横の移動を軽く交えて。で、敵がもう来てるから、あ、奪った。早いな。ナイス。もう本当にこのダイナモが上から撒き散らすだけのさ、プレイのやつマジ嫌いやねんけど。お、少なくともああいうやつよりからもうはるかに上級者の自信があるんですよね。あ、誰でもできるやん。だって、昔おったスマブラとかでさ、カービィでさ、ストーンを打つだけのやつおったやろ。うわ、なんか誰かでも生きてた。なぜか生きててんけど、しかも、奪われたけど、まあ、しっかりリードはされて、まあ、されはしたけど。せ、ナイス。ちょっと一人相手にでもなんかもたつきすぎやな。で、俺が取っていく。もうこれ多分1個。どけ。あー、死んだか。なんか相手なんか幼稚な、なんか力技ばっかな、バリアだろ、なんか上からダイナモだろ、ちょ、あのダイナモマジぶち殺すか、ほんまに。あいつほんま、あいつことばっか、同じことばっかやってんもんな。バレた。強すぎる。ダイナモ強すぎる。後ろから来てるし、後ろから来てるし、倒れても倒していく。かわせかわせかわせ。え、違う、上におんの。あ、ごめん、なんか上に、あ、もう抜かれてるわ、いつの間にか。いつの間にか上に取られてるし、いつの間にか上に取られてるし。いか、大戦争や、大戦争や、大戦争や。大戦争や。何この大戦争。何やこの謎の大戦争は。これもう行くしかないな。もう降りますよ、降ります、降ります。あー、
張られた。ただでもまあいい線はいった。結構強引にガって中盤まで持って盛り返した。あとはもうこれもう正直タッチダウン狙うしかないんだけど、ちょっと8ポイントはちょっと詰められすぎたな正直。よっしゃー、ほらどうや、めちゃめちゃキル増えてんけど俺ほんまに。でスパチも溜まるし、あ、まあ、ダイナモくたばれよお前ダイナモ、ほんまにスパチを使えばよかったな。普通にもう出し惜しみしたらあかんな。スパチって結構使うタイミングが難しいっていうか、一応なんか敵を見つけた瞬間に使うようにしてんねんけど。何ここ、あれなんかやばない、ナイス。お前みたいな、ダイナモな、おこら。もうちょっとカメラアングルおかしなってん。なんでお前みたいなシュートに負けなかんねん、お前、くそー。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしい。おい、まもしかして、パッと壊れた、まさか。あとでも1分あればワンチャンやで。1分あれば十分やで。ワンチャンいけるで。あ、頼む、落ちないで。もう今んとこ落ちたら最悪やけど。ダイナモこれあかん。ダイナモとあのもう、ガチホコのコンボでもう持ってかれるわ。ナイス。防ぎはしたけども、正直。もう、ちょっと待って。もう攻めよう。もう。よし。スパショ、俺のスパショ、よしよしよし、俺のスパショ。うわー、くそー、いやー、失われたか。でもあと20秒あれば、でももう味方が2人死んでる。奪われた、あと15秒、ちょっと絶妙的か。前で守りの対策入っとるんだ。あー、ゴミがもう。無理ゲーやったな。でも最後いい追い上げ見せてんけどな。いやでもカーボンってさ、やっぱ強いよな。近距離武器でありながら遠距離の超強いものもあるしね、ショットって。でもそれでも7デスしかしてる。嘘、7キルしかしてない。もっとキルった気がしてんけどな。もっとキルってたよな俺今日。いや、悔しい。ただ、でもなんか、明らかに兆しが見えてきたというか、もう、確実にやっぱもう、S には近づいてる実力が。あとは、もうやっぱ、ねえ、ちょっと紙一重のところやね。はい。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。